こんにちは、こじこじです。今回はジャンクで購入したビクターのプリメインアンプ、前回の動画で内部のクリーニングとメンテナンスを行ったんですけども、やっぱり左右の音量のバランスがおかしかったり、ノイズが乗ってしまうという現象が発生していて、明らかにねおかしいコンデンサーが何箇所かあるので、コンデンサーの交換と修理を行っていきます。ということで、以前清掃クリーニングを行ったビクターのプリメインアンプ、1時間ぐらい聞いているとノイズが乗ってしまう、またラウドネスボタンを押すとたまにねノイズが入るということで、内部のね一番容量の大きいコンデンサー部分ちょっと膨らんでいて容量抜けしてるんじゃないかということで、今回はねコンデンサーの交換を行っていきます。ただ同じね容量のコンデンサーが見つからなくて、内部にね入ってるコンデンサーが 56V の 8200μ の音響用のねコンデンサーなんですけども、ちょっとね1個あたりの単価が1500円とか2000円するので、今回 56V の 10000μ の普通のねコンデンサーを用意しました。音響用のコンデンサーじゃないので少しね音の質が落ちるかもしれないんですけども、容量がね少しだけ大きいので、それをね補ってくれるんじゃないかなという淡い期待をしています。ちなみに高電圧で高容量のコンデンサー、下手にね触ってしまうと感電したりね、とてもね危険な作業なので、まずね電源抜きっぱなしで2、3週間放置、そして電源物理ボタンの場合は電源押したままね放置することによってだいぶね容量抜けするということで、一応ね放置はしておいたんですけども、作業の方を進めていきたいと思います。前回と同じ手順になってしまうんですけども、両サイド2箇所計4箇所のネジを取り外します。ネジ4本取り外せました。続いて背面リア側2箇所ネジを取り外します。ネジが2箇所取り外せましたら、こんな感じで上のね、はい、まんべん取れるかと思います。続いて正面のボリュームつまみなどの中に入っているねワッシャーを取り外します。こんな感じでね取り外せます。正面の六角取り外せましたら、下の部分のネジ1、2、3、4箇所取り外します。さらに上側のネジ1、2、3箇所ネジを取り外します。下4箇所、上4箇所ネジが取り外せますと、このような感じで正面のパネルを取り外すことができます。こんな感じですね、ここだけ洗うことができますね。続いて内部基板のネジを取り外していきます。目視で確認できるのが1、2、3、4、5、6、7のこちらにね隠れているんですけども、8本かな、とりあえずこちらの8本ね外していきます。とりあえず8本ね外したんですけども、全くね基板が動きそうにありません。とりあえず関係あるかわかんないんですけども、スピーカー接続するところに2箇所ネジがあるので、こちら2箇所も外します。裏側のスピーカー端子付近のネジ2本外しただけではどうにもならなかったので、後ろについてるねネジを全て取り外しました。全て取り外すとこのような感じでね、はい、後ろのパネルも取り外せます。これでなんか少しね取れそうな感じがしてきました。手前の方にね何箇所かネジがありそうな感じがします。全然気づかなかったんですけども、正面のボリュームつまみの横、こことここ、あともう一つこちら側ですね、こちら側にも隠しネジがあるので、
そちら3本外します。隠しネジ2本外したところ、このような感じでだいぶ外れそうになってきました。ちょっと隣の基板とね干渉しちゃってるんですけども、隣の基板もね2箇所で止まってるぐらいなので外しちゃいたいと思います。それでは隣の基板のネジも取り外したので、こんな感じで完全に浮かせつつの、はいはい、取り出せますね。もうほぼ完全にねオーバーホールになっちゃってるっていうね。いや、ここまでやるつもりはなかったんですけども、かなりのオーバーホール気味ですね。で、この状態でなんかこの辺のねピンとか抜かなきゃいけない感じがするんですけども、正直めんどくさいので、ちょっともっと簡単なやり方でねコンデンサー交換したいと思います。最後の最後になってしまったんですけども、全部ね分解するのなんかめんどくさいなということで、この状態でコンデンサー交換します。とりあえず放電はできてると思うんですけども、できてないとまずいのでね、ちょっとはい放電します。ちょっと怖いです。ピリって来ないかな。あ、来ないですね。ちゃんと逃げてるみたいですね、電気。こちら来た。ちょっとピリピリって来たですけど、できるかおかしい日本語来たんですけども、ちゃんとこれで電気はどうやら逃げたみたいですね。それではハンダごとを使ってコンデンサー取り外して、新しいねこちらに交換していきます。ただねちょっとね音響用のコンデンサーじゃないので、どうなのかなって感じがねちょっとだけします。それではコンデンサー取り外していきます。下になんか粘着の素材が貼ってあるので簡単には剥がせそうにないんですけども、こんな感じでね取り外すことができました。もともとついてたのがこのサイズなんですけども、今回買ったのがねこのサイズなので、ちょっとね高さが高いんですけども、径自体はね同じサイズ感ですね。それではもう片一方も取り外していきます。はい、ということでねこちらも取り外せました。コンデンサーには多分ねご存知の方多いと思うんですけども、極性があるんですよね。なので極性間違えると爆発したりね液体が出てきたりと危ないので、ちゃんとね極性見てからつけたいと思います。それでは新しいコンデンサー取り付けていきます。極性に関しては動画を撮っててね本当に良かったと思うんですけども、はい、向きはこちらでねいいようですね。それでは元通り、ちょっとね見栄えが悪いんですけども、ということで大容量コンデンサの付け替えが完了しました。で、もともとねついていたコンデンサについてちょっと説明してなかったんですけども、こちらのコンデンサエレナのオーディオ用の 65V 8200マイクロということで、かなりねいいコンデンサーなんですけども、こちら側紙ですね、こちら側紙がねちょっとね膨らんじゃってるんですよね。で、こちらのコンデンサーからすごくねノイズが発生してたので、こいつはダメだろうということで今回ね交換したというね経緯になります。コンデンサーの張り替えが終わったので、元の手順で組み直します。元通り組み直したので最後に動作確認を行います。電源
うん。ということで無事にね修理が完了しました。今まで左右のね音量差少しあった気がしたのと、ノイズがねたまに乗ってしまう時があったんですけども、どの操作をしてもノイズが乗ることがなくなりました。これでねしっかり使えそうです。ということでコンデンサーの交換修理が無事完了しました。左右の音量差、ノイズがなくなって、これからね、ちゃんと使っていきたいなと思うんですけども、もともと乗っていたコンデンサーが、エルナーのオーディオ用コンデンサーということで、同等品をね、ちょっと探したんですけども、1本ね、1500円ぐらいするということで、今回ね、2本コンデンサー交換したんですけども、2本でね、3000円、ジャンクのね、アンプに3000円のコンデンサー買うかって考えたら、ちょっとね、高いなと思って、結局ね、安売りしてた日本ケミコンのね、コンデンサー、普通のコンデンサーなんですけども、そちらに変えたところ、ちょっとだけね、音がね、変わったかなって感じがします。専門の機器を使ってね、測定したとかってわけじゃないので、ほんとフラシーボ効果なんですけども、なんかちょっとね、音の雰囲気が変わったんじゃないかなって感じがします。最初にも警告出したんですけども、大容量コンデンサーの交換は非常に危険なので、もしもアンプのコンデンサー交換しようって方いましたら、ぜひねコンデンサーについて勉強してからねやってみてください。この動画が参考になった、面白かったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらにね前回の動画、前々回の動画あるので、よかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。